十津川村は奈良県の最南端に位置する村。面積は奈良県で一番大きい。紀伊半島の内陸にある山村で三重県や和歌山県と県境を接する。奈良県の最南端に位置する道県最大の面積を有する村である。日本の市政権が及んでいる範囲の村としては最大の面積を有し、ロシアが実効支配している北方領土を入れても流別村。 社名村、止めよる、別村、しべとり村に次ぐ日本で5番目に大きな面積を持つ村である。琵琶湖や東京23区よりも広い。鉄線吊り橋の長さ、村を通る路線バスの距離でも日本一である。実質交際比比率が奈良県内で最も低い市町村でもある。村内は下記7区の54の大技に分かれている。 平成23年台風第12号による災害で被災した村営住宅の跡地参観の濃厚に適さぬ地形のため古来瞑村の地域としてその時同期の権力者の支配を受けずに半ば独立した村落共同体として存在し続けた瞑村の特権を保障してくれる実力者側に常に出兵し古くは人身の乱以来幕末までこの政策は変わらなかったが 明治維新後に免素特権が廃止された。南北朝の高想寺は、楠木正勝ら南朝側がここを拠点とした。以来、尊能の姿勢を明治維新まで貫いた。周囲とは隔絶した地域だったため、独特の文化、気風があり、十津川合士を排出した。風やダム、にのダム、林業、農業、鮎など川魚の養殖、加工が主たる産業になっている。 主な特産物は、アユの加工品、山菜、ユうべし等。なお、村内には、JA バンク ATM は設置されていない。2014年6月現在、これらの郵便局はすべて集配局となっている。また、各郵便局には、ゆうちょ銀行の ATM が設置されており、小原郵便局では、ホリデーサービスを実施。十川村の郵便番号は、以下の通り。 なお、と塚川村の大技として、その他、大谷もあるが、無重のため、大技単位での郵便番号が設定されていない。村内に、63、64の2つの地域区分が、併存している。温泉以下の3温泉を総称して、とつか温泉郷という、ありがとうございます。